はい、というわけで今回は電気炉を作る後編ということで、フレームをね溶接して作っていったりとか、配線関係やって、 3D プリンターでね作った電源ボックスなんかもねうまく利用して電気炉を完成させたいと思います。あれ、はい、やっと電気炉のフレームが完成しました。いやー、思ったより時間かかっちゃいましたね。というのも、大体の構想は練ってたんですけど、ここら辺の扉のね持ち手だったりとかロック機構を一切考えてなくて、手持ちの材料で行き当たりばったりで加工してたら、結構ね時間かかっちゃいました。でもね、かなりいいのができたんで、気に入ってます、個人的には。で、あとは、耐火レンガをね詰めて電気配線すればもう完成なんで、とりあえず耐火レンガを詰めていきたいと思います。まず最初に鉄板を引きます。で、次にセラミックファイバーですね。繊維がかなり細かいので吸い込まないようにマスクなどをしてください。で、この間作った耐火レンガですね。で、最後に天板を乗せて、よっ、よいしょ、あ、若干飛び出してる。さっきのセラミックファイバーが思ったよりね分厚かったんでちょっと飛び出してますけど、まあ、使ってるうちにこう自重でこう下がっていくんじゃないかなと、まあ、別に飛び出しててもいいんですけど。で、今回はメンテナンス性を重視して簡単にねばらせるように作っています。で、あと扉ですね、扉にレンガ。
今回の動画のスポンサーを紹介させてください。近年ではサイバー犯罪などの手口も巧妙化していて、知らない間にスマートフォンや PC からクレジットカード情報などが盗まれてしまうことがあるんですね。そこでサーフシャーク社の VPN サービスを利用することによって、安心安全にネットワークにアクセスして個人情報を守ることができます。今なら何重コード入力で最大 83% オフとなり、2年契約だと3ヶ月分が無料で追加されます。さらに30日間の返金保証もあるので、ぜひ気になった方は概要欄のリンクから見てみてください。はい、ではカンタル線を固定していきます。カンタル線の固定にはカンタル線と同じ材質のカンタル線を短く切って棒状にしたものを使用します。スイッチの方入れていきたいと思います。いきます。はい、 OK ですね。電源つきました。今100度になってて、熱伝対の方が40度、39度を示してるんで、今それに近づけていってる段階ってことですね。100度目標に今やってるところ、この下の設定を変えると、1000度までいくかっていうのはちょっと分かんないですけど、温度が上がっていくと。うわ、あ、もうカンタル線が、もうカンタル線赤い、もうカンタル線真っ赤っかになってます。このままとりあえず100度まで様子を見たいと思います。いや、これやばい。あ、言うてる間にもう96度。まあ、大体30分くらいで600度には到達しました。扉側の表面温度は35度くらいを保っています。まあ、一番熱源から遠いってこともあって、そこまで温度は上がってないですね。で、上側上部は80度90度近くまで上がっています。ただここら辺から温度上昇がかなり遅くなってきてるんで、まあ、1000度まで到達するか分かんないですけど、到達させようと思うと2時間3時間ぐらいはかかりそうな雰囲気です。壊れました。いや、本当にマジでショックです。いや、これはですね、どういうことが起きたかっていうと、600度までは確か動画でご覧いただいたと思うんですけど、それから800度に次設定して、750度ぐらいまで上がって、もういよいよ800度いくなっていう時に、PID 制御装置、あの温度調節器が、電源が一回落ちたんですよ。で、あれと思って様子見てたら、もう一回ついたんですね。で、そこからまたパタッと消えて、そこからつかなくなってしまいました。まあ、ちょっと時間かかりすぎだったんで、1000度まで行くとしても、800ぐらい、まあ、750でエンディングをね、撮ろうかなと思ってたんですよ。撮れませんでしたね。はい、壊れました。で、ちょっと原因の方を、ちょっとね、調査していろいろ分かってきたので、それを共有して、動画を終わりたいなと思います。はい、こちらが電源ボックスですね。ここ分かりますかね、一部へこんでしまっています。で、まあ、何が起きたかというと、この温度調節器の一部が発熱して溶けました。まあ、発熱したのは配線なんですけど、まあ、それが原因でこの温度調節器が壊れて、まあ、うんともすんとも言わなくなったんじゃないかと思います。
で問題なのはここに何がつながってたかというところなんですけど、実はこのカンタル線から出て、カンタル線がこのセラミックの端子台につながって、それの片方の線ですね、それがこの、温度調節器に直接、つながっていました。この2番ですね、上から2番目のところで、まあ配線が細くて、大きく発熱しちゃってたんじゃないかと思いますけど、そもそもここに直接つなぐのが良くなかったんじゃないかと思ってます。いろいろ僕もね、配線独学でネットのやつとか参考にしてやらせてもらったんですけど、多分僕の解釈が間違ってたっぽいですね。本当はこういうね、セラミックの端子台とかをかましてあげる、もう一段ねかましてあげると、あんまり熱が伝わらずに運用できたんじゃないかと思います、おそらくね。で反対側は、このカンタル線から出た方の反対側はこの SSR の1番につながってて、こちらは別に問題ないんで、この焦げはライターで炙った時の焦げなんで、発熱したものではありませんという感じじゃないかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。動画ではね笑ってたかもしれないですけど、マジでショックです。本当に僕電子工作とかほとんどやったことなくて、マジでど素人で、本当に750度まで行って自分の力で電気炉作れたと思ったんですよ。でめちゃくちゃ楽しかったし、やっぱものづくり面白いと思った矢先これだったって本当にショックです。これで何がやりたかったかというと、木目金とか作ってみたかったんですよね。ナイフとかね、焼き入れはもちろんなんですけど、木目金っていう異種金属を積み重ねて、熱処理して金属同士をひっつけさせて、それをこうねじったりして金属で木目を出すみたいなものがあって、それでなんか指輪だったりとかいろんな、ね、ものを作って遊ぼうかなと思ってたんですよいやただ別に諦めたわけじゃなくて、炉に関しては完璧、もう100点は言い過ぎかもしれないけど、まあ80点ぐらいの炉はできてるんですよ。本当に、耐熱性もそこそこあって、ね、しっかりした作りでいい炉はできたんですよ。電気の部分が、ちょっとダメだったんで、これはですね、今回後編としても動画完成終わらせますけど、延長戦ということで、部品を手配して、本当にこれがね、完成して、いろんな実験をやったりとか、そういう動画にしたいと思ってますんで、この動画、この炉作りの方が、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタンとかお願いします。電気の方に関しては、頑張れのいいねをいただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。あとアドバイスとか、なんかこうした方がいいんじゃないとか、本当はこっちが原因じゃないみたいな、もしあれば、ぜひコメントをお願いします。Twitter、Instagram いろいろやってますし、他にもいろいろやってますんで、なんかありましたらぜひ、お声掛けください。あと概要欄も、サーフシャークさん のサービスも非常に、いいサービスなんで、ぜひ概要欄の方から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。